12月の思い出、ストーリー、波町横、出演、西尾まり。ヨーロッパで過ごすクリスマス、ロマンチックな響きと思ったでしょ？でも実際、12月25日のイタリアのその街は世界の終わりって感じでした。人はいないし、車もないし、店はどこも開いていない。誰もいない路上に枯れ葉やゴミが転がっていく。もちろん噂には聞いていましたよ。向こうの人たちにとってクリスマスはとにかく家族で過ごすものだからって。でも足りない食材を買いに走る人や犬の散歩する人くらいいてもいいじゃないですか。知らない間に核戦争が始まって、みんなとっくに地下シェルターに避難した。そんな映画みたいなことを言われても信じちゃったかもしれません。同じ宿に泊まっていた男の子は強盗に遭いました。普段は賑やかな大通りの真ん中でリュックとカメラを取り上げられた。犯人グループ以外目撃者は誰もいない。こんなこと言ったら不謹慎だけど、やっぱり何かのショーみたいじゃない？差し当たっての問題は食べるものが何もないことでした。そうは言ってもクリスマス、スナックやらシリアルやらで済ませたくはない。そこで宿でたまたま出会った日本人4人で街に出ることにしました。まるで狩りに出かけるような気分です。チェーン店の一つくらいやっているだろう。お腹を空かせた観光客狙いで店を開ける店主の一人くらいいるだろう。そう信じてしばらく街をさまよい、やっと一軒空いている店を見つけました。それはインド料理のレストランでした。考えてみれば当然のことです。彼らにとって今日は何でもない普通の日ですから。白を基調にインド風に装飾された店内は特別なディナーにふさわしい高級な雰囲気で、ファーストフードにでもありつければいいと思っていた私たちは、なんだかちょっと気恥ずかしい気持ちになりながら、いくつかの種類のカレー、黄色いライス、焼きたてのナンを食べました。すっからかんに見えるこの街のすべての家の扉の向こうでは、きっと今何世代もの家族が集まってごちそうを取り分け、ワインを飲み、ツリーを囲んで語り合っています。暖かい部屋、オレンジ色の光、賑やかな話し声。とても信じられないけれど、それは多分本当のことです。少なくとも核戦争が起きている可能性よりは高い。一方で私はインドカレーを食べています。今さっき出会い、きっとこの先も会わないであろう人たちと、クリスマスの日に遠い異国の地でまた別の遠くの国の料理を囲んでいます。どうしてだろう。どうしてだと思いますか？ナンをちぎりながら私は暗闇にポツンと浮かぶ宇宙船を想像しました。誰からの交信もなく、どこにもつながっていない。私たちを気にかける人なんてこの宇宙には一人もいない。今ここにこうしている必然性が私には一つもない。でもとにかく私はここにいます。それだけが本当のことです。いえ、寂しいとか悲しいとか虚しいとかじゃないんです。これってなかなか素敵なことだなと思ったんです。翌日の街は何事もなかったかのようなにぎわいで、混み合う食堂で焼きたてのピザを食べていると、昨日の出来事は全て夢だったのかもしれないと思えてきました。でもたとえそうだとしても何も変わることはないと思いました。これが私の12月の思い出です。一番奇妙で忘れられない
クリスマスの思い出です。